日本代表のワントップはこの男を試すべき。その理由がこちら。明治安田生命 J1 リーグは各地で4試合が行われ、前半で退場者を1人出した鹿島はフォワード鈴木優馬が挙げた虎の子の1点を守り切って3位に浮上した。鈴木は J1 でシーズン自己最多となる12得点目。エースの活躍で逆転優勝に望みをつないだ。マンオブザマッチは攻守にわたって全身全霊を尽くした優馬でいろんないはずだ。今シーズンアシストだけでなく、ゴールも量産する鈴木優馬だが、もう代表に呼ばない理由はないのではないか。何より注目したいのが、このヒートマップだ。ピッチを駆け回り、守備も厭わない。ワンップでありながら、ゴールだけでなくアシストもでき、そのサッカー IQ の高さには目を見張るものがある。たびたびその言動から注目を浴びてしまう鈴木優馬。真面目な森保監督が一番嫌いなタイプと言っても過言ではないし、実際に鈴木自身も過去代表選出に関しては、確執とも取れる発言もしていた。ただし、キャプテンを務める今季はここまで警告も3回と際立って多いわけでもなく、忠実にチームの役割をこなし、結果を出している。日本には久保、三笘、伊東純也、鎌田など優秀な2列目が揃っており、世界にも通用する大きな武器だ。2列目を生かすにはワントップの存在はとても重要であり、このポジションは未だ定まったとは言いづらい。上田、古橋、前田など候補こそいるが、まだまだ適任が現れてもおかしくないはずだ。実際に未だに大迫勇也を超えるワントップは出てきておらず、物足りない印象も否めない。海外経験も長く結果も出した鈴木、イタリアへの移籍は叶わなかったが、今後の移籍もあり得るはずだ。27歳と選手としても成熟した今、日本代表にこの男の力は必要ではないのか、今一度検討してほしい。優馬一回呼びたい。マジな話、活躍すると思う。綾瀬が活躍すれば用なし。アシストできるのでかいよな。なんだかんだ点も取ってるし。まあポイチは絶対呼ばないだろうな。ついでにナナミもこのタイプ嫌いそう。森保さん、一回優馬のワントップ見てみたいです。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。